よし、では大門さん行きましょう。はい、1880から国会規制止めあるから、自由民権運動ですね。はい、あについて、政府は条例を制定した。民権派弾圧抑え込んだね。国会規制止めあるからね。これに対する政府のリアクションね。新聞紙条例、出版条例、集会条例、保安条例、まあ、似たようなやつ並べてますけども。国会規制止めやから、このリアクション大事ですよ。まあ、政府のこの自由民権運動弾圧も3、ホップ、ステップ、ジャンプの3段階ね。最初がこの、ね、大阪会議で残暴率新聞紙条例、これ、ホップ、ステップ、これが、ね、国会規制同盟に対するこの集会条例ですよ。ジャンプが最後、この三大事件剣幕で井上、の首が吹っ飛んだ、で、糸をぶち切れて、ね、保安条例。ホップ、ステップ、ジャンプでしょ。ここは国会規制同盟あるけん、ね、集会条例ですね。OK ね。そういうこと。ホップ、ステップ、ジャンプ。はい、次。開拓使館遺物再下げ事件。はい、北海道開拓、長官。はいはい、北海道、ね、開拓使館遺物再下げ事件。これも大事ですね。まあ、汚職なんですよ。はい、開拓使長官、黒田清隆と同じ薩摩の五代友厚。関西貿易者聞かれますからね。大阪の生みの親ですから、五代友厚は。ね。ああ、まあ、これでやけもう黒田清隆が出てきますけどね、すぐね。まあ、このコンビだけど、開拓使長官は黒田清隆。いいですね。そういうことやね。まあ、これから、はい、明治常任政変ですよ。汚職ばれた、誰がばらしたかと、大隈がばらしたんですね。なぜかと、伊藤と大隈のバトルで、大隈が、ね、ここでもう民間世論、ね、この味方に引き、ね、味方にしてですよ。まあ、これ民権派のこのね、なんだ、ね、この怒りの矛先を伊藤に向けさせるわけですよ。これでまあ、日夜秩父握ろうとしたけど、ね、天皇の、ね、御事には、ね、10年以内、1890年までの国会と、まあ、早期解説じゃありませんからね、大隈敗れたり、国会解説の直後と、で、大隈クビになって、ね、政府から追い出されてもうたと。で、もう民間で、ね、それならと、ね、そっちがそうならということで、この立憲改新作って、ね、こっちから政府を攻撃するということですよ。ね、こういう流れ大事ね、開拓使館遺物再下げ事件から、まあ、もっと言うと、この前のこの工場払い下げ外交からなんですけど、で、払い下げで、まあ、汚職、で、明治維新、伊藤を買って負けた大隈は民間で、ね、自由民権派に、ね、側について、そこから政府を攻撃するという流れですよ。はい、片岡健吉は、まあ、ついてやけ、これ立社ですね、片岡健吉。板垣の盟友ですよ。あとは、松方正義は松方デフレ。松方デフレ。これがまた、ね、農民が、ね、困窮してですよ、ね。農民暴動で、自由民権運動にまた絡んでくると、二軍カチンだんでね。全部つながってますね。はい、次、ウについて。あ、大隈が敗れた。そうそうそう、流れね。ほら。大隈が敗れて、下野して、はい、政党を作って、そっちから政府攻撃すると。これが利権、改心でしょ。楽勝、楽勝ですよ。まあ、一応だけ特徴、自由党とのこの違いね。モデルとした国、政治体制、ね、支持層、財閥、ね、後ろ盾、これ必ず確認ですよ。だけ、はい、立憲改進はイギリス立憲君主の投資層で三菱。これを押さえとけば、自由党逆ですよ。どっちでもいい。自由党の逆が立憲改進ですけども。ね、イギリスのフランス、立憲君主なら主権在民、ね、都市政党ならこっちが農民、三菱ならこっちが三井、ということです。立憲って政党誰？政府が。福地源一郎、これも大事ね、福地源一郎。立憲って政党と。はい、そういうことね、国民受託はいいです。はい、で、河川部へ、東洋大日本国国権案、革命権ですからね、革命権。植木茂じゃなくて、この総書記的だね。ああ、やけ、天皇が国会開設の直後に出しました。
だけど10年以内には国会作られます、絶対に。ということは、それの前に必ず憲法が発布されます。だけど民間で憲法熱が高まると。ね、この民間で作られたやつを、そうか、総称聞いてきたね、総称。はい、これね、いろんな憲法作られますよ。ね、さっきのだけ東洋大日本国国憲案、植木盛ですよ。これ、総称がね、市議憲法って言うんですよ。勝手に民間で作られた憲法、市議憲法。で、公準者の出した憲法案が市議憲法案と。もうまんまなんですけどね。この市議憲法というのはここで押さえましょう。民間で起草された憲法の総称です。答え、市議憲法。ここで総称聞いてくるとは思いませんでしたね。だけど僕略してますけども、そういうことここで覚えましょう。総称です、総称、ね、でも総称がこの中入っとるってことよね。だけど公準者の起草案とのネーミング、ね、センスからするとまあなんちゅうかダサいってことですよ。全然こうね、このワクワク感がない、なんちゅうかダサいネーミングやけどね、まんまですから、そういうこと。はい、こう市議憲法を覚えますよ、ね、はい、次、絵に関して、はい、金玉金出てきた。これ出てきてね、金玉金も出てきますよ。朝鮮問題ですよ。金玉金やけ、もうこの瞬間更新事変です。なぜこっちを更新事変と書いて、こっちを更新軍人語軍団と書くか。これ更新事変するのはこっち人語事変せよって話なんですけどね。こっち人語軍乱するなら更新軍乱せよって話だけど、なんか統一性がないね、副題ね、これね。はい、でこの金玉金やけ更新事変、ね、その前が人語事変。これ出たよね。でこれね、 TOKIO って思ったんですよ。この一個前のやつ、同じような当て馬、ここ同じような当て馬ね、同じような当て馬、同じような当て馬、多分同じ人を作ったんでしょうね、きっとね、うん、はいはい、まあいいや、ここは更新事変ね。で、皇后農民戦争、まあ東学党のなんと思いますけどね、義兵運動出てくる。これ当て馬ですけど、義兵運動、三別省の乱みたいな感じですよ、ね、場所はそう朝鮮ですよ、この義兵運動はまあ抗日運動ですね。71ページ朝鮮のこれ、まあ、解散させられた朝鮮の軍人が、まあ、抵抗運動、抗日運動を起こしたということです。まあ、当然、日本側からすれば鎮圧しますけどね。はい、そういうこと。次、5番、尾に関して、日清両国軍の朝鮮からの撤兵、将来の出兵の時にはお互い連絡し合おうと、つまりこの更新事変にちょっと一触即発なるけども、まだその時じゃないと、お互いね。ここは話し合いで解決しますよ。これ何かっつうと。朝鮮問題ね、人語事変で更新事変、更新事変のキーワードは絶対この金玉金きますから、一応話し合いで解決で天津天栗条約を結ぶと。でそんな中、この皇后農民戦争、東学党の乱が起きて、お互い出兵する、連絡し合ってね、でここで両者引くに引けなくなって日清戦争になると、そういう流れですよ。だからここは天津条約、はい、当然李鴻章と伊藤博文と李鴻章ですからね、天津条約ね、まあ、下関条約は結構日清戦争の講和条約、同じく伊藤博文、李鴻章、南京条約は結構南京条約あるんですよ、複数、まあ、我々覚えておきたいのがやけアヘン戦争ですよ。幕末、アヘン戦争のこっちやね、神話ですよ、イギリスにコテンパンにされて香港ぶんどられてもだと、46ページ、ここの南京条約で押さえておく。はい、北京議定書大事ですね。何の講和条約ですか、北京議定書。これが義和団事件ですよ。別名何、義和団事件。4文字で書けって言われたらどうします、ね、これが北進事変、70ページですね。義和団事件、義和団。
北進寺院と言いますからね。でここで、はい、北京議定書を結ばれる、そういうことですよ。議定書、まあ、条約みたいなもんですよ、ね、日満議定書は日本が満州国民、ね、承認した日満議定書は斉藤内閣ね、こういう積み重ねよ。83ページ、これ日満議定書ね、似てるね、条約なんですけど、こっち、北京議定書。これで北京に駐兵権、ね、兵を置いていいと、駐屯していいという権限を得るんですよ。ここからにやけ、この北京に駐屯しておった日本軍と国民党軍が、ね、戦争を始めたのが、盧溝橋事件ですから。で、日中戦争でしょ。そういうこと、なんであっこ日本がおるんだって、ここでやけ、駐兵権ゲットしてるからですよ。ね、ああ合法的な、ね、行為でした、日本の、ね、そう駐兵中は。まあ、ということですね。つなげましょう。はい、条約 B。戻るんか、71号、明治維新ですね。清との間に対等、ほら、我が国が初めてこの列強とね、あの外国と結んだ対等条約。これがそう。日清修好条約。はい、イージーですよ、イージー。日朝はこれ不平等ですからね。高架塔事件で日朝修好条約ね。日清修好条約は、はい、64ページですね。はい、ここですね。ああ、これ一つね、訂正があるんですよ。伊達宗成の成ですけど、これ、お城の城ですから。これ土辺抜けとんですよ。全く気づかなかった。もう申し訳ないです。ね、あの、うん、出版社が悪い。はい、申し訳ない。まあ、気づかん僕も悪いですけど。入れといてください。土辺で、これ城ですからね。宗成は。宗城ですから。はい、まあ、ということで。C 項。設問6、かに関してか。第一次世界大戦後、講和会議開かれて条約結ばれた。もうベルサイユでしょ。もう終わりですよ。一応あるのかな、これ。5あるね。該当するものない場合5、まあ、一応5が1個あると考えてやるべきやけど、ね、ここはベルサイユ条約ですよ。ポーツマスは日露戦争。あ、出てくるね。さっきやろうか。木は、この後会議開いた4カ国、もうこれ、キーワードあるね。9カ国もあるの。あ、で、海軍軍縮も全部押さえてくれてますね。4カ国、9カ国、海軍軍縮。はい、これ、ワシントン会議ですよ。誰ですか、大統領は、ワシントン会議、ね。ウィルソンじゃないよ、ハーディングですからね。さあ、まずは、ベルサイユ条約。74ページ、原敬内閣、ベルサイユ条約。第一次世界大戦、ここで予約満集結ですよ。まあ、全権ね、西園寺金持ち、牧野信明と。何聞いてんの、まず、ベルサイユ条約ですね。で、この後、ワシントン会議、高橋惠清で。4・9海軍軍縮。そういうことね、ワシントン会議ね。いい。で、だから海軍軍縮はこれ、はい、ね、これね、ここね、ワシントン会議。ロンドン海軍軍縮は、まあ、これで統帥権看板になるけども、出てくる内閣すぐに。ね、浜口お察ですからね。この必ずワシントン海軍軍縮、ロンドン海軍軍縮、ね、どっちかが出たらどっちかを常に頭の中で考えると。いい。この習慣ですよ、この習慣。77ページ、浜口内閣。これで金解禁しますけど、ね、外交的にはロンドン海軍軍縮、補助官ですよ、ワシントンは主力官、統帥権、甲板問題が起こると、撃たれて浜口は退陣すると、そういうことですよ。はい、サンフランシスコ、まあ、講和、平和会議、まあ、平和条約か、サンフランシスコ講和会議。まあ、あんま会議は聞かれないよね。サンフランシスコ平和条約。うん、はい。いいですね。で、区について。ああ、このね、つまり9カ国条約ね。いいね。4カ国は日英同盟破棄ですよ。青い府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 やないや。失礼。青い府はやけ、4カ国、ね、艦隊ですから。あの下関保義です。率が。下が丸くなった。
朝から喋ってて、フニアイね、これフニアイ、フニアイと覚える、フランス、日本、アメリカ、イギリス、フニアイ、青い符は4カ国艦隊、見とこう、長州最大のピンチ、青い符、4カ国条約はフニアイ、でこれ9カ国ね、もう出ましたね、これね、僕が高校の時このヨゼミのね菅野先生に習いましたよ、まあ、直じゃないけどね、参考書で、いいポチ安倍不二雄と覚えなさいと、いや今でも忘れませんよ、いいポチ安倍不二雄、言いますよ、いいイギリスで、いいイタリア、どっちでもいいですこれ、どっちでもいい、ポポルトガル、ポルトガルね、チリとかいう人も違う違う、チャイナです、当然中国のこと話してるからね、チャイナですよこれ、でアメリカです、ベルギー、フランス、字ですよこれ、ジャマイカとか違う違う、ジャパンですからね、ジャパン、日本をジャパンにしたんですよ、要はオランダ、ヒーポチアベフチオ、ジャマイカじゃないですよ、こう覚えたい、もうこれ覚えてください、覚えた方がいいね、僕は、ね、生徒にこう付け加えさせますけども、いいポチ安倍不二雄つって、ね、74ページ、はい、やけ何なん ?5 カ国に含まれないのはどれか、やけイタリア、イタリアはいダメありますよね、ベルギー、ベルギーあるね、ダメ、オランダ、オランダあるあるダメ、中国ないやん、チャイナです、チャイナ、チャイナ、ね、まあ中国でもいいのか、そうね、中国でも悪くない、ね、いや今気づいた、まあまあまあチャイナチャイナって思い込んどったけど、まあ、確かにそう考えたら中国でもいいよね、まあいいか、まあただ正式に言うならこの時は中華民国ですか、まあ、それでも地か OK やね、まあいいや、今思った、意外とこうあれだね、東大元暮らしというかね、意外と気づかなかったです今まで、僕はチャイナチャイナと思っとった、まあどうでもどっちでもいい、チャイナでも中国でも覚えやすいほど覚えてください、はっきり言っていいですか、これもダメなんですよ、だから出た出た、5番ですね、答えなし5番、はい、そういうことで、 CC 何、21か条の要求、はいね、遠征外政権ですね、で山東省が帰ってくると思ったら帰ってこなかった反日運動、うん、この運動なんつうか、ベルサイユ条約締結後の中国で起こった反日運動、これが五四運動でしょう、まあ、一応ね五四とか226とか515、まあ、一応点打たんねはまずなんと思うけどね、まあ、一応無難に言っておきましょう、いいね、だけ五四運動、五四運動、中国で五四運動、朝鮮で三一独立運動と、はい、大門さんおった、次大門4出た、やけ戦後で大門もう一個作ってきたね、25で、ああまあそういうことよ、古代中世でもまとめて大門一個で済まそうという流れですから、まあやっぱ近代以降の割合が増えると、古代の割合が減って近代以降の割合が増える、まあそういう流れなんですね、いきましょう、正しければ43ね、間違っておけば正しいの入れようか、はい行こうか、よし、いきますよ、はいこれで全部入る、まずはい1番、労働組合法制定され、はいはいはい、労働三権ですね、はい、争議権、ストライキ、ね、団体交渉権、表現の、いや、違うでしょ、これ、権の時でおかしいでしょ、これ、ね、だから、争議権、団体交渉権、団結権でしょ、はい、13番、楽勝、絶対落とせませんよ、次、来とるか、で労働基準法ね、労働三法、ね、労働組合法、労働基準法、労働関係調整法。労働基準法、これもね、現社の範囲ですけどね、10時間ですか、今は世の中ですよ、
ね、僕も労働時間8時間ですからね。8時間。これ、はい、8時間。これ見ると、ね、明らかにこうですね。ということは、これに正解入れたら、これ今4択やね。まあ、でも実質3択っぽいね。これ少し液化ですね。優しい感じね。まあ、これ違和感感じてほしいね。まあ、間違えた人はだけ入れる、書き込むしかないね。15番とりあえず。8時間労働ですよ。8時間労働で1時間休憩ですからね、僕ら。であなた方も多分働き出したらそうですよ。労働組合、この5大改革指令の中で、労働組合、労働者の権利を保障すると、まず労働三法、組合関係調整、労働基準。で労働基準のところに、まあ、8時間近いとこか。8時間。1週間で48時間でも決まっとるんですよ。ね、それ以上働かせてはいけないと、基本ね。で、アルバイト何歳からですか？小学生働けんでしょ、アルバイトできないよ。15歳ならんと働けないってこと、そんなもんやけど労働基準法ですよ。まあ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 。そういうことね。で、労働三権はこれね、団結権出たね、これがね。団結権、団体交渉、葬儀。やけ三でこれ6個覚えたらいい。労働関係。ね、そういうことですよ、88ページ。いいね。はい、次、記述は一番最後か。はい、まあ、やっちゃおう、全部記号。大岡翔平不慮期、不慮というのは捕虜です。捕虜になった、フィリピンでね。ああ。はいはい、93ページ、一番最後ですね。はいはい、大岡翔平不慮期、合ってますね。合ってますよ。不の字がちょっといやらしいね。捕虜だけども、不慮期っていうタイトルなんですよ。答えは、やけ。合ってるから43番か。43。はい、次、B 飛ばして、太宰治ね、はい。ああ、戦後のね、ノーベル賞は自然科学でしょ。これ、人文科学ですよ。うわ、これも大事。書いてます、書いてます、ちゃんと黒本。だから、93ページ、一番もう最後に書いてます。これ、社会科学ね。はい、政治学、丸山正夫。経済大塚久夫、法社会学川島武義、これ3人絶対覚えないといけない。聞かれたんですよ。はい、川島武義やけど、これ法社会学ね、これ政治学ね、うん、はい、これ丸山正夫答え、丸福入れてください。よう出ます、これ千何でも出ますからね、千何でも。だから、はい、これが丸山正夫います。いた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 、21番。そういうことですよ、21番。じゃあ次、物理学の江崎レオナ、うん、ああ、でも初めてノーベル賞、初めてノーベル賞、ね、ここですね、まあ、最初のノーベル賞が、この湯川秀樹先生っていうのは、もう絶対しとかないといけんでしょ。あったあった、27、終わり、27。イージーね、結構ね。戦後で25か、ね、題目を作ってきたと、ちょっと身構えたくなるけど、意外と単純ですね。難しくないね。何しろノーベル。井川秀樹先生とノーベル物理学賞まで絶対いりますからね。我が国初の、ね、93ページ。ノーベル物理学と。もうあれな、中間誌まであった方がいいですよ。ようわからんけど、僕は。中間誌ってすげえの発見したんですよ。で、こう日本学術会議中も左翼の塊みたいなのがね、今でもありますけど、本当。はい、そういうことですね。次行ってみよう。で、高度経済成長、はいはい、自動車、カラーテレビ、これ 3C ですから ね、冷蔵庫じゃないですよ、ね、これ新三種の神器やから、冷蔵庫はこれ普通の、ね、旧三種の神器ですからね。あ、だからこっちでしょ、3、クーラー、カラーテレビ、車、92ページ、冷蔵庫はこっちです。ただの三種の神器。で、ここに入るのは、はい、クーラーだね。クーラーあります。クーラーあったあった。30番。終わり。よく携帯とか当て馬で聞いてくるよね。30と。はい、次。自動車関係ない。全通、高速道路ね。もう自動車の世の中来ますからね。全通した、これも大事ね。東京オリンピック。
ね、1964年のね、そっちに合わせて、はいはいはい、名神高速が最初に開通します。名古屋と、ね、神戸、名神高速。なんか東名っぽい、東京名古屋っぽいけど、これ名神ですよ。どうだったっけ、名神ね。はいはい、これ間違えちゃった。丸福です。丸福、91ページ。バツ。バツ、バツだけ。43じゃない。名神あります。まあ、あるはずや。あったあった、名神。35番。35と。よし。記号はそんな難しくないです。難しくない。あとは記述ですね。いきましょうか。A。A の労働省設置ね。はい、労働者のね、政党だけ。まあ、やっぱ社会主義っぽいよね。まあ、でもこれ、日本社会党、初の社会党、ね、内閣近いと OK。もう、この片山哲は絶対やっぱ書くと。書かないとお話になりません。初の社会党内閣。ね、でもう一回社会党、まあ、一応総理大臣出てきますね。これがあの、ね、眉毛の特徴的なあの92ページ、この村山富市ですよ。これ社会党、連立組んでね、自民党が、まあ、政権を、ね、取り返すために、まあ、もうなりふり構わず社会党と連立組んだっていう、まあ、そういうことですよ。で最初、片山哲、まあ、短命終わる。なぜ退陣？何を国有化しようとしたか。89ページ。石炭国有化です。これで失敗。労働省でしょ。それはやっぱ社会党ですからね。労働者の制度ですから。はい。次。太宰の作品か。衰退する。まあ、この衰退するが割とキーワードなんですけどね。8でメロスは知っとるよね。あ、太宰これ点入りますからね、もうね。太宰春代も点入るでしょ。だけまあこの戦後については93まとめてますけど、これないんですね、太宰治もね、入れてません。これね、答えが斜陽中ですよ。傾く時間でしょ、斜陽。まあ入れとってもいいかもしれない、さっきの93だったっけ。橋でメロスは誰でも知っとる、斜陽。太宰治、ね、戦後ね、用水路にこうね、身投げしてこう、ね、女の子と自殺しますけどね、ほんと。これでも出てきにくいね、車用ね、出てきにくいと思うんですよ。で、この次の車ね、これも知らなかったら書けんよね。9文字中ヒントをくれとるけど、すいません、これ黒本これ入れてないんですよ、これも。自動車社会来るでしょ、自動車。今もうね、一人一台の勢い。でも最近ちょっと車、廃れてきてますからね。若者がこの車乗らなくなったって言ってね、うん。まあ車ですよ、でも。それでも車でしょ。これね、もう、モータリゼーションと。モータリゼーションと。モータリゼーション。はあ、書いとこう。さっきの車のとこに書いとく。モータリゼーション、いや教科書書いとんですよ、この言葉書いと。モータリゼーション、丸服、丸服。この2つ難しいね、難しい。これやっとかな出てこないんですよ、うん、これまあ落としたとして19か、残り全部取ってね、うん、やっぱ9割取ろうと思ったらここまでやらない感じことですよ、うん。そんな感じで、まあ、バーッと残り見ていこうか。野間博士ね、これ書いてる、苦労に。この真空地帯つって、まあ、小説ですよ。はい、93ページね、ここね。はいはい、三島由紀夫、これ金閣寺と仮面の告白はこれ書いてないけど、次改訂版入れます、三島由紀夫は。小田作はいいや、これもいい。丸山正夫さっきやった政治学。見延辰吉、天皇機関説。滝川行時はね、この最初の学問統制ですよ。斎藤誠、行き過ぎた。滝川事件と言いますけど、83ページね、ここですよ。軍部から目つけられて、辞職させられてしまう。この時の文部大臣が鳩山一郎で、これね、難癖つけられて、戦後、ね、総理大臣直前で公職追放を食らうと。軍国主義だっつって、
まあ、中高手ですよ。滝川幸時、うん、あとは柳原忠夫、うん、柳原忠夫はこの学問統制のところね、弾圧ですよ、柳原忠夫。はい、ここね、はい、85ページ、大江健三郎はだけノーベル文学賞ですよ、ね、ノーベル文学賞。もうこれ以降はいいです、覚えなくていいですね。だけ川端康成と大江健三郎、文学賞はね、ノーベル文学は。でこう来て佐藤栄作ね、あの総理大臣、もうこれ湯川秀樹先生さっきあった野口英世は黄熱病でしょ。でこういいね、こう来て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 、あ、これ最後あった、8番、はい、公害ね、ああ公害ですよ、四大公害。新潟は、ね、これが、第二水俣病、93。僕はこの新潟水俣病という方で書いてますけど、水俣のまた気をつけてね、口に点ね、新潟水俣、これ川聞かれるんですよ、阿賀野川、これ痛々病、陣痛川、これ川聞かれるんですよ。だけ富山は痛々病ね、陣痛が、熊本はもうね、九州ですからね、我々ね、水俣病、愛知で四日市喘息でしょ、あと四日市がやけ三重と分かれば終わりじゃないですか、愛知ではない、三重、三重やけ、はい、これ五択だね、ここだけね、最初四択で行きよったけど、まあいいや、はい、三重県ね、はい、41が公害と、まあ、高度経済成長の影の部分ですよ。で必ずこの公害対策で、公害対策基本法67、都市とセット67、公害対策基本法71、環境庁、これ絶対セットで、セットで OK、ということで3本目終了ですね、終わります。